学生リポーターの西尾香音です。学生リポーターの朝日ひな子です。今回はパッケージ中澤の輝く女性を紹介します。島根ジョブガール和菓子や洋菓子のパッケージ専門メーカーとして国内トップクラスのシェアを誇るパッケージ中澤。製造技術の高さと品質の良さは海外でも評価され、アメリカをはじめヨーロッパやアジアなど世界にも広がっています。お話を伺うのはデザイン室の関のぞみさんです。こちらは関さんデザインの牛柄のパッケージ、最近人気が高まっています。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パッケージを作る際に大事にしていることは何ですか？はい、まず私は直接お客様とおしゃべりすることはないんですけども、担当営業の方から、デザイン依頼の方を受けまして、ホームページとか見ながら、どういうデザインが好みなのかなとか、そういうことはとことん調べてから、デザインに取り掛かるようにしていることですね。あとはその先のお客様ですね、お菓子を買われるお客様とかにも、またその箱をどういうふうに見られているかっていう部分もちょっと想像しながら作ってはいます。どんな時に嬉しさを感じますか？一度だけ新規のお店の、パッケージを、全般担当したことがありまして、その時にお店のオープンの時も立ち会ったんですけども、その時にお客様がもう手取ってありがとうってすっごい喜んでくださって、その時は本当に入社してこの仕事してよかったなっていうくらい嬉しかったです。お店の全部のパッケージを一人でデザインされたってことですか？そうですね。紙袋から これぐらいのちっちゃいシールとかまで一通り作ったことがありまして、大変だったんですが、その分嬉しかったというか。さっきの牛柄のパッケージ、不規則な模様なんですけど、めっちゃこだわってますか？やっぱりなんかここ見りたいみたいな。そうですね、箱になりますと、その折れる部分とか、柄がつながる部分ですね、そこら辺の工夫はしました。柄が大きく見える方がいいか、ちっちゃく見える方がいいかっていう、このちっちゃい工夫ですけどな、というのは気をつけました。なんかどうしても思い浮かばない時とかってありますか？そうですね、まさに今その時で、そうですね、なかなか思いつかなくて、本当に辛い時には、昼休みにデザイン室の玄関出たところの庭で草むしりを昼休みに草むしってちょっとストレス発散して、ここからはゲーム形式でお話を伺います。5枚の中から1枚選んでください。1回だけパスをすることができます。入社何年、未だに〇〇が苦手です。はい、私あんまり人と話すのが得意じゃないんですけども、皆さん仲良くなんかどん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 話しかけてくださるので、その面ではすごい救われてるなって思ってます。入社9年目、未だにコミュニケーションが苦手です。今回はどんな体験ですか？今回はこちらの、私がデザインしましたロールケーキの箱の、早売り対決をしたいと思います。では皆さん、用意ドン。
優勝は関のぞみさんです。人を笑顔にするきっかけ作りをしたいという関さんの強い思いがデザインの細かい部分から伝わりました。パッケージには見た目だけでなく形までお客様のことを考えられているのがとてもよく伝わりました。また関さんのお話から会社のことが大好きなのがとても伝わってきて素敵な会社だと思いました。画面の向こう側にいるお客様のことを考えて様々な工夫をされていることが分かりました。本日はありがとうございました。